じゃ、やっていきますか。まあ、多分すぐ秒で終わるんじゃないかな。なんかマスターランク1条件の鍵だしな、ただの単体の。最初にかけり虫取って、結構でかいな。多分サイズのブレで大きいやつを引いたのかな。ちょっとわかんねえや。固定サイズなのかどうかわかんないけど。で、この装備は弱徳入りの正面張り付き型だから、できるだけちょっと頭あたりだな。まあ、そんなに頭必ず殴れなくても、攻撃主体だからね。まあ、とりあえず殴れればいいっていうところがあるんだけど。おお、これ。ナイス。結構すぐひるむし、すぐ巻きたりするな。でかいね。140のザズミ足みたいな。よいしょ。おー、ナイス。すごいひるむな。できればスタンとかも取りたいんだけどな。嘘だろ。嘘だろ。弱っ。嘘だ、ちょっと待って、あれ?1 分で終わった。なんか、周回にはいいかもな。屋上黒真珠。剥ぎ取り素材は普通みたいね。あと補修を確認していきましょうか。補修は、卵がいっぱいある。一旦売却するか。多分そういうクエストだと思う。やっぱ、金策だね。5万銭か、ここだけで。売れなかったんだけど、ちょ、もう一回行くわ。待って。あはは討伐で1分切った。なんか闇討ちの方がやっぱり火力出るね。いや、でも1分、収まるんだ。これガンナーとかだったら、ハメで終わるんだろうな。体力やたら低く設定されてるね。ん?一応さっきよりは卵の数増えてんな。一旦売却してみますか。8万いや、回答級あ、でも、わかんねえ。その、5回とか行ったら結構美味しいかもな。いや、個人的にこれ、マスターランクの探索でピッケルカンカンして売却がいいんじゃないのかな、鉱脈の。はい。ということでご視聴ありがとうございました。もしかしたらすごい早く枯れるから、お守り1周回とかいいかもね。人連単とかなしでお守りをひたすらガチャでやりたいなっていう人は、このカニクエストで、一回消化っていうのをやるのが、その、お金ももらえるし、お守り厳選もできるしっていうことなんで、まあやるんだったらそれがいいんじゃないかな。多分お金だけだったら、鉱脈カンカンをやった方がいいような気がしないでもないけど、まあどうなんでしょうね。ということで、はい。じゃあご視聴ありがとうございました。また次の動画で、お会いしましょう。はい。じゃあ、さよなら。